12月23日。フィギュアスケートの全日本選手権が、埼玉スーパーアリーナで開幕する。北京五輪代表選考のかかる試金石だ。開幕が近づくにつれ、大会そのものと同時に注目を集めていたのが、羽生結弦と紀平梨花だ。二人は、怪我により、グランプリシリーズを欠場しており、全日本選手権が、シーズン初戦となるはずだったからだ。だが、開幕を前に、紀平は、欠場がアナウンスされた。その影響は、小さくない。まずは、シングルの代表選考基準をおさらいしたい。北京五輪のシングルには、男女各3人が出場できる。選考基準は男女同様だ。1人目、全日本選手権で優勝、2人目全日本選手権で2位または3位、グランプリファイナルの出場権獲得、全日本選手権終了時点で ISU?国際スケート連盟シーズンベストスコア上位3名、オリンピック参加有資格者における、以下同のいずれかを満たす者から総合的に判断、3人目2人目の条件に該当している選手、全日本選手権終了時点での ISU ワールドスタンディング上位3名、全日本選手権終了時点での ISU シーズンワールドランキング上位3名、全日本選手権までに強化部が派遣した国際競技会が指定した国内競技会におけるシーズンベストテクニカルスコア上位2名のいずれかを満たすものから総合的に判断して選考五輪出場の重要な鍵となる全日本選手権全日本選手権で優勝すれば自動的に代表に内定し2、3人目は定められた条件の下での選考となる2、3人目の選考にあたっての項目の一つとして、全日本選手権2位3位があることを考えても、全日本選手権の成績の重要性が伺える。ただ、それだけで決まるわけではないことは、様々な項目が設けられている通りだ。そして各項目にどれだけの数、合致するかどうかも代表に直結するわけではない。その上で羽生結弦について考えると、ワールドスタンディングの上位3名という基準を満たしている2位。つまり、すでに選考対象の中に含まれている。それでも羽生結弦がオリンピック出場有力である理由その上で男子の状況を俯瞰すると、代表争いに絡んでくるであろう、有力選手は女子に比べれば多いとは言い難い。上記の項目のいずれかに当てはまる選手は、ワールドスタンディング上位3名の一角を占める羽生結弦を除き、宇野昌磨、鍵山優真、佐藤駿だ。また、オリンピックや世界選手権の表彰台を現実的に、目指せる選手という点から考えても、ごくごく限られているのが現状だ。怪我で、ここまで大会に出場していないと言っても、日本男子の状況、羽生結弦のこれまでの成績や滑りの内容を考えてみても、オリンピックに近い存在であることに変わりない。羽生結弦本人は、今まで、4回転アクセル成功が最大の目標であることを示し、オリンピックはその先にあれば、という趣旨の発言を繰り返してきた。その点も踏まえつつ、全日本選手権では体に過度に無理のない、今後につながる演技を期待したいところだ。他の男子に目を向けると、宇野と鍵山は今シーズン、充実の一途を見せている。宇野はフリーで4回転ジャンプ5本に挑んでおり、より高みを目指す姿勢は全日本選手権でも変わらないだろう。そのチャレンジする姿に、今大会でも注目が集まるに違いない。鍵山もまた、
成長を志しシーズンを進んできた。その姿を久しぶりに国内で見せる時だ。そして佐藤は持ち味の4回転ジャンプを中心に勝負をかける。さらにグランプリシリーズのロシア大会で大幅に自己ベストを更新した友野一希も楽しみな一人だと言えるだろう。紀平不在でも激戦、女子はどうなる？本来の実力を発揮できれば十分。代表の有力候補であったである紀平が欠場した女子に目を転じると、グランプリファイナルに日本人でただ一人進出した坂本の、これまで以上に質を上げての安定感が光る。自分がどこで勝負するかを考え、4回転ジャンプやトリプルアクセルに挑むのではなく、持てる力を最大限に発揮する方向を模索し、それが功を奏している。復帰して2シーズン目の三原もグランプリシリーズ2戦で自己ベストを更新するなど、復調というにとどまらず上昇気流の中にある。さらには宮原さと子、樋口若原もそれぞれに成長を志してきた。一つのミスが左右しかねない。熾烈な競争が予期される。直前での欠場発表、紀平の胸中は最後に、もう一度。紀平に触れておきたい。全日本選手権に出場できなくても、世界選手権3位以内の実績があれば、選考対象の一人として考慮される余地があったが、紀平の最高成績は4位。表彰台に上がったことはない。つまり欠場とともに、紀平の五輪出場は消えた。大会欠場の要因となったのは7月に痛めた右足首痛だった。22日に正式に欠場を発表した際、診断名も明かされたが、右足の距骨疲労骨折であったという。それ以前には腰痛に苦しみ、4月以降は練習を休まざるを得なかった時期もあり、ジャンプを一月以上練習できない期間もあった。それでも体のコンディションと戦い続けたのは、大舞台に立つという目標が揺るがなかったからだ。11月には表情以外のトレーニングに注力し、できることに努力を傾けた。全日本選手権もギリギリまで出場を模索した。その上での決断だった。少しでも早く氷上での元気な姿を見ていただけるよう。今は治療に専念することにいたします試合での結果以上に。試合の場に立てないことこそ。選手にとっては悔しいことだ。紀平の心中はいかばかりだったか。それでも折れることなく。紀平は氷上に思いを募らせる。五輪代表を目指し。あるいはそれぞれの目標を持ち、2021年を締めくくる大会に歩を進めた選手たちが、無事悔いのない演技を行えることを祈りたい。